みんな大丈夫？これ敷いとった方がいいや。うん。絶対。うん。多分閉めるまだ。よし大丈夫かな。中島さん取ってくれたよね。ありがとう。あれこれ。あれダメかな。接触不良。うん、また今、まあ、いいや。俺がもう違う直したんだ。直したらダメだった。ここじゃねえんか。許可なし。本格で。中島の葉ガラスとかも結構吸ってるんですよ。そうっすね。今年釣りましたっけ？今年中島さんしか釣ってるのか。中島さんしか釣ってない。今シーズンは。しかもちっちゃいやつ俺が食った。去年は11月ぐらい。去年一昨年か。一昨年は11月ぐらいに。あそこで俺と斉藤くんが釣ったんだっけ、あれか、藤田くんか、斉藤くんか、ハガツオ釣ったろ、11月ぐらいに。ハガツオとマガツオ、今年はタイミングはそのちっちゃいしかあんまなかったよな。妻も一昨年は1年中いて、去年はほとんどいなくて。一応ルアーでも食わないことはないでしょ。くるくる、斉藤くんが、斉藤くんがこの前2匹釣ったやな、スマはな。回収途中に来たような感じで。ああ、よくあるパターンっす。でかいの。上の方におるんで、やっぱ。まあ、あれは多分、あれが一番自分の魚の中で一番うまいと思う。うまいよね、あれぞ。だから、ハガツオとスマですよね。黒潮でも離れてんだけど海の色がいいね。ずっと離れましたね。離れた、うん、また2月のね半ば頃には来ますけどね。色がいいの。よし、寒いから元気出して。そう、練りって行けた。そっちの接触の問題だ。うん、塩。あんまりない。でも多分ね、流れがあるから流れてるでしょう。ヘイロバビューリー。しかも時間も平らば時間だぜ。お、なに、お、見えた、なんかジグが沈まんな。中島さん早く入れろ。よいしょ。今油乗ってどうな、え、何、表層で食ったの。表層っすね。今そこで跳ねたじゃん。あ、それはあれか、巻いてきて。なんか燃えるしたのかと思った。俺今なんかさ、船の近くで跳ねたのかと思ってた。おおと思ったら相変わらず中島さんだって。しかもグロージグでおかしいだろ。これで今日やべえぞ。また斉藤くん、また俺たちの前二人に釣られて俺たちが釣れねえパターンかもしんねえぞ。あの次の日の動画見たろ、俺たち頑張ったろ。リベンジ成功してたろ。
大体何グラム使ってる？150ですね。全然150で余裕です。100でもいける。100でもいける感じ。今の時期は赤旗は釣れないんですか？釣れます。でもね、ちょっとね、浅い方かな。うん、多分30メートルぐらいのとこですね。まあ風が吹いてたらそっち行きますか。吹いたいだけ。赤旗名人がいますから。清水の人は赤旗好きなんですよ。みんな赤旗好きなん。持ってきて喜ぶんですよ。赤旗は高級魚ですもん。赤旗。赤旗喜ぶ。旗類は高級魚なんです結局は。あんまり釣れないかもしれないですけど、タコ、ギシャダ、まあ、あれなんか一番この前、俺が釣ってたじゃないですか。その次の日にな、キジハタがいい。釣ったことないんだよ、まだ。珍しいっすよね、キジハタ。でもそうですね、キジハタはあんまり釣れないですね。俺が釣ってるぐらいだいな。おお、やる。そこしかも今ここいるところは全然なんかそのポイントから外れてるとこだけど釣れるんだな。遊んでたらネリちゃん、なんだろう。しかも今すげえいい、かっこいいあれだった。取れたかもしれない。でもわかんねえ、止めてみねえと。お、あ、出た。糸。うん。しかもちょっとちっちゃいな。長いな、おい。どひ。マーベラスサンデーグレース。ああ、マーベラスサンデーが一番いいよ。マーベラスとあとなんだっけあれ。やけに昔のものが出てます。うん？最近のものですか？マーベラスサンデー。いや、あ、馬娘。うねりは結構あるね。なんかバシャバシャ言ってるで。外れた。もうしかもすげえいいサイズじゃん。サバサバいるね。俺もグロージグにしようかな。はいよ、71。回っちゃって、船が。あ！あっ！あれ、ついてるな。
はい、だ黙って、あれまだあれ誰あれ、ついてるな。すんげえ。絶対黙って釣ってやろうと思ったに今。違う違う。もう釣れてたんだよ。おい、本当かよ。なんで平らまでこれなんだよ。おい、中島さんの笑い声が。途中で当たりが消える例が分かったぜ。お、来るで来るで。まあでもエンジン回してるけど、ちょっとずつ向こう流れてるな。うん、違うな、流れてんじゃなくてこっちに行ってんだな。バックしてるな。さすがにちっちゃいな。でも多分逃がしても大丈夫です。いやダメでしょ多分。ダメですか。うん、空気抜いて雪降ってそうだよな。斉藤君何区、何区走るんだよ。花の一区どこ、あのクラッシュホールあたりスタートなの。クラッシュホールスタートの自衛隊が監視したホールですよ。おお、ああそんなに走るん。ケツから、ケツから生まれてこそ乗せたかったの。高校生もいっぱいあったからね。足の裏になんかローラーみたいな。ちょっと見つかると早くなったりする。あれ買っちゃえよ、なんだっけ、オリンピックで、あれじゃん、ナイキかなんかのシューズがすごかったじゃん。ああ、そこっすか。あ、厚の、なんかすげえんがあったじゃん。中島さん走んなよ。中島さん走んないの。走ん？駅伝。あ、駅伝走んない。ダメですよ。補欠なんで一応。ああ、誰かダメになれば。ハハ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 ハ。お？ちっちゃいです。こっちも、お、美味しそうな、でかっ。うまそう。サワフグ。いるいる、誰か食うよ。あれは食うよ、それうまいよ。来た。
サイズアップ。ああ、サイズアップ。これは一人前だ。北西乗ってきたな、風が。あの白い筋があれな。の虹ができる前かね。雪が降ってるで。降ってきたな。降ってきたで。よし、ラスト。釣り上がれ。32メートル。よし、限界です。なあ。俺だって俺眠気襲ってきたもん今。寝たら死んじゃうやつだよこれ。なんかでも朝場にあれだね、やっぱ魚が増えてきたね。今日晴れると思って、では朝から布団干してきました。雪降ってね。俺も今日晴れる予報だったにな、太陽があるからいいだんべと思ってたのに。厚い雲だぜ。太陽が出てたらなんとなあ、暖かくていいのにな。